皆さんこんにちは。そう、猿回し会の、紫五郎です。今日は、いよいよチョロ松ソニーウォークマン、チョロ松誕生の、秘話について、話をしていけたらというふうに思っております。じゃあ、 後日また条件面も含めて連絡させていただきますということで、こちらの条件もすぐ、父親の方に伝えて、で、父親の方から、この条件を伝えるようにということをあったので、私の方から、知らさせていただきました。出す条件を聞いてびっくりしたんですが、もう私自身が驚いたんですが、でそれを、先方の方に伝えたら、もう先方の方ももう絶句というか、もう電話口の方でえっみたいな、いや動物を今まで使ってきてて、そんなような金額を今まで、提示されたとか、そういうことが今まで経験がないので、ああそうですかっていうんで、いやちょっとなんか申し訳ないですが、ちょっと今一応一旦白紙にしといてもらえますかということでした。で、その残念な話もそのまますぐ、父親の方に伝えました。すると、いやいいんだと、悪いけどチョロ松はそうその場所から宝なんだと、無名であってもこれだけのお猿さんは作れるわけ、簡単に作れるものじゃない、作れるものじゃないし、育てられるものでももちろんないと。だからそんなにチョロ松を安く出すこともできない、だからこの条件はもういいから、この条件で向こうが飲めないんであれば、もう当然仕事は受けなければいいと。もうその後ずっと、実際諦めてました。あ、もうこの CM の話はもう流れたんだろうなと思ったら、もう本当また10日ぐらいですかね、1週間から10日ぐらいして2点3点また連絡が入って、ぜひともチョロ松くんでお願いしますという電話がすぐ、まあ、開業一番すぐそういうふうに電話だったんですが、え、いやいや、でもギャラの方とかも条件も含めて、いやいろいろ確かにいろんな動物のプロダクションの、もう当たりましたと。でももうチョロ松くんのようなもう姿勢の持ち素晴らしさ、そして表情の豊かさ、なかなかこのようなもうお猿さんは絶対もう本当にもう難しいんだなというふうに思いましたと。でもうこれはもうソニーも勝負かかってますんで、もうチョロ松くんに信じるつもりでお願いします。ということで、結局2点3点してすぐ話はまたトントン拍子で、もう早速とにかく夏にはオンエアしたいということで、すぐ仕事の話に入りました。で、絵コンテが、もう本当に2、3日後にすぐ送られてきまして、で、もちろん直立二足で見事な姿勢で立つこと、そしてこう手があるんですが、これが直角でないといけない、そしてなおかつその持ってるウォークマンの手のそのウォークマンソニーブランドがちゃんと強調されるようにチョロ松くんに持ってほしいと。ああっていう、最初はいやそんなかなと思ってチョロ松と練習で試してみたら、意外と簡単にパパッとやっちゃいました。でなんだこんなことであれば、まあ全然簡単だし、まあ練習はもちろんその撮影当日まで頑張って練習は続きました。ただもう工程表も送られてきて3泊4日だったと思います。なんでなぜ3泊4日でこんなにすごい日程でやるんだろうなって、こんなものはだいたい1日かからないんじゃないのって思いながら、撮影場所である神奈川県の芦ノ湖の湖畔の撮影する場所に、チョロ松と向かいました。
そして私がすごくこんな簡単なね、もう楽な CM の撮影はないんじゃないかと思ってた撮影とは裏腹に、本当にその過酷な撮影についてはまた次の回で紹介させていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ぜひともチャンネル登録もよろしくお願いします。